ナターシャ・ラゴシーナはカザフスタン・カラガンダ出身のロシア国籍の元プロボクサーであるドイツを拠点として活動していたキックボクサーとして4年間以上活動後1999年にアマチュアボクシングに転向ミドル級とウェルター級で欧州王者となる2004年7月17日プロデビューを子こで飾る12月11日 あとの WBC ミドル級王者イボンヌレイズとのウィブフ・インターコンチネンタル・スーパーミドル級王座決定戦で TKO を収め王座獲得2005年10月29日モニカ・マワカ・サんンガとのウィブフ・スーパーミドル級王座決定戦をこで選手初の世界タイトル獲得2006年4月15日グブー女子王座獲得2007年2月17日 WBA 女子初代、スーパーミドル級王座を獲得。9月8日、レーラアリが返上仕空位となった、ビバ王座を獲得。12月15日、同じく WBC 女子王座を獲得。2008年3月15日、イーワブフ、ワイビッシュ王座獲得。スーパーミドル級七冠達成。2009年7月3日、ドイツでローラ・ラムジーを判定で退け防衛成功。 12月19日、ヘビー級に挙げて、母国、ロシアで、パメラロンドンとウィブフ王座を争い、8RKO で退けに階級制覇を達成した。この試合は、約 30kg もの体重差があった。この試合を最後に引退。シングルマザーである。ありがとうございます。